スポーツ。ファンタスティック。スポーツファンタスティックの時間がやってまいりました。こんばんは。こんばんは。今夜は、うん、ザ・ジャンクハウス、ワン・ツー・スリー。まあ、堂々とパクったね。いやいや、今回は世界の美女を集めてみました。たっぷりとご堪能ください。ザ・ジャンクハウス、ワン・ツー・スリー。パクってみろ。今回は世界の美女アスリート3人。早速1人目の美女から。ワン・ツー・スリー。これは試合できる衣装のデザインが、1人目はこんな衣装が似合ってしまう美女アスリート。向かったのはヨーロッパとロシアの間に位置する国、ウクライナ。早速取材班はその美女が待っているトレーニング場へ。そこで我々が目にしたのは、見事にシェイプされたボディライン。引き締まった客線美はもはや芸術としか言いようがありません。その柔軟性が美しさをより際立たせます。見るもの全てを虜にする新体操界の妖精、その姿がこれだ。ワン・ツー・スリー。細身のスタイルに端正な顔立ち、この正統派美女の名前は新体操アンナ・ベッソノバ選手。2004年のアテネオリンピックでは個人総合で銅メダルを獲得。さらに昨年の世界選手権では見事自身初となる総合優勝。現在北京オリンピック金メダル大本命の呼び声高い注目選手なんです。ベストノバ選手の凄さは美しさだけではありません。彼女にかかればたとえボールが浜田になっても問題なし。浜田の紡ぎ出す見事なテクニックの数々、素晴らしい。Мы с ним так подружились, что я думаю, мы бы были хорошей командой. Я бы с удовольствием оставила его себе на соревнования на следующий. Думаю, все были бы удивлены. Следующий美女は、本人直筆の自画像からは想像もつかないほどのセクシー系美女アスリート。さあご覧ください、このすらりと伸びた綺麗な足。手入れの行き届いたその指先でブロンドヘアをかき上げる仕草がなんとも色っぽい。このセクシー美女こそ今全米が注目する女子プロゴルファー。その抜群のスタイルから付けられたニックネームはゴルフ界のスーパーモデル。大人の色が漂う美女ゴルファーの全貌、それがこれだ。ワン・ツー・スリー。長く美しいおみ足と笑顔が素敵なこの美女こそアメリカツアーに参戦中の女子プロゴルファーナタリー・ガルビス選手。宮里藍選手や上田桃子選手も出場した昨年のエビアンマスターズで見事優勝するなど、ゴルフの実力はもちろん申し分なし。さらにはその美貌でメディアでも大人気、スーパーモデル級のプロポーションを生かした水着カレンダーを出版したり、彼女の名前を冠にしたテレビ番組ナタリー・ガルビス賞でオフショットを披露するなど、今やアメリカで最も有名なゴルファーの一人。そしてその素顔は少女のように無邪気、ガルビス選手の魅力に浜田完全に骨抜き状態。Come on, heard that you're a good golfer. We should play together someday. I may be a little too much for you to handle.最後の美女は自画像の通りフィギュアスケーター。世界を魅了する青春派美少女。それがこれだ。One, two, three. ご覧ください、この見事な高速スピン。浜田を抱きしめつつもその美しい回転にブレはありません。この笑顔な素敵な美少女こそ女子フィギュアスケート韓国代表キム・ヨナ選手。グランプリシリーズでも常に上位を争うなど世界レベルの実力を兼ね備えた若干17歳の天才美少女。いよいよ開幕間近、2008世界フィギュアでの浅田真央選手らとの女王争いに注目が集まっています。
さらに母国韓国ではそのスタイルを生かし雑誌の紙面を飾ることもしばしば、国民の妹と呼ばれるほどのスーパースターなんです。そんなスーパースターのハートをつかむべく、ジャンクは今回あるものを用意。キムヨナ選手にとってとっておきのプレゼント、スケート靴を守るジャンク特製エッジカバー、ハイペンの指で早速着用。これ光る、世界フィギュアでもその素敵な笑顔を見せてください。頑張ります。もうちょっとあるやろ。以上、水のトラブル世界のビデオアスリートたちジャンクハウス図鑑に載せましょう。もうじゃあもうええわ、もうパクってもええけど、ええ、そ後輩の番組からパクのやめてくれよな。ああ、そういうね。そういうしがらみが、そらそう、うわパクられてるやんみたいな言われたら嫌でしょこっちも。